はい、どうもこんにちは、川野です。今日は何の動画かと言いますと、近況報告とかと、まあ案件の話です。まあカプコンカップ終わってからここ最近ね、1ヶ月ぐらい、動画を投稿したりだとか、配信とかをしてこなかったし、マスト6とかもね全然触ってないんで、まあ最近何してたかとかいう報告できたらなという感じです。あとね、まあ見れば分かる通り、このヒュエルさんという、まあ、完全栄養食の宣伝もねしたいんで、ぜひ最後まで見てほしいです。っていうか、見ろです。はい。で、まあ、まずなんですけど、俺のこのチャンネルね、メンバーシップに加入してる人とか、あと俺の SNS とか見てる人ならわかると思うんですが、僕ね、猫ちゃん飼ってたんですよね。2匹猫ちゃん飼ってたんですけど、まあそれでね、スタンプとかもあると思うんですが、猫ちゃんがいなくなってしまいましたね。はい。あと家のいろんなものがなくなってましたね。はい。すごい小綺麗になってます。まあ、どっかで聞いたことがあるような話ですね。まあ、梅原さんは家電と愛犬がいなくなってたらしいですけど、僕は、猫ちゃんがいなくなってました。はい。まあ、タイミングとしては、アメリカでストリートファイターリーグワールドがあったと思うんですけど、まあ、ストリートファイターリーグワールド優勝した3時間後とかでしたね。僕のルークが相当中に臭かったんじゃないのかなと思っています。はい、冗談です。はい。だから、まあ、ここだけの話、まあ、ストリートファイターリーグワールドの次の日がカプコンカップトップ16だったんですけど、まあ、すごい気持ちでカプコンカップ参戦してました、実は。で、まあ結局9位とかで終わったんですが、まあストリートファイターリーグワールド優勝してすごい嬉しいはずやんに、すごいハッピーなはずなんに、まあなんか僕だけなんか割と落胆してるというか損してる気分でした。はい。もう嬉しかったのが3時間しかなかった。で、まあ、アメリカから日本に帰ってきて、家に行ったらね、まあ、なかなかね、小綺麗な状態になっていましたよね。で、まあ、なので、それで帰国して、まあ、とりあえずめちゃめちゃ仕事するかと思って、まあ、結構な頻度で配信とか動画編集とかやってたんですけど、まあ、ちょっとやっぱ疲れちゃったなってなっちゃって、まあ、配信とか動画投稿とか休んじゃってました。で、まあ、この動画、多分投稿する頃には、トパンガワールドチャンピオンシップ始まってると思うんですけど、スト5自体はね、スト5の練習自体は結構隠れてコソコソやってるんで、まあまあまあ自信あります。で、まあそれに対してスト6はね、ほとんど触ってないですね。はい。まああまりにもたくさん、スト6、カムさん自信ありますか?みたいな質問がね、たくさん来るんで、まあここで答えとくんですけど、まあ割かし自分に合ってるゲームなんじゃないのかなと思ってはいます。あのね、コンボ判断がスト5以上に難しくなってるんですよ、今回。ドライブゲージとかそういう関連で。もうドライブゲージを削るコンボ判断をしないといけないとか、そういうのですごく難しくなってるんですけど、そこがすごく面白そう。まあ、コンボ判断でかなり実力差出るんじゃないのかなといった印象です。これね、スト6に限らず、スト5も僕そうだったと思うんですけど、まあ、プロと一般の人の違いって、やっぱりコンボ選択だったなって今でも思うんですよ。で、なので今回ね、そのコンボ選択の幅がさらに広がってるんで、すごい面白いんじゃないのかなと思っています。で、まあ、あとね、ドライブインパクト返しとかも結構ね、ちょっとやってみたら普通にできたってのとね、まあ、スト5以上に差し返しのリターンがね、今回上がってるじゃないですか。パニッシュカウンターってなるんで、そこもね、なんか自分に合ってるんじゃないのかなと思います。まあ、一番最初のベータ、スト6ベータは結構やったんですけど、その時僕全然ドライブインパクト返しできてなかったんですよ。で、あれ理由が判明しまして、僕ニュートラル状態じゃないとドライブインパクト出ないと思ってたんですね。ただ、しゃがみガードからも、ドライブインパクト出せるってことに気づいてからは、まあ結構返せるようになりました。はい。で、まあ結構ね、話戻りまして、まあ今、マジの一人暮らしなんですけど、まあやっぱ一人暮らしね、何が一番困るかって、ご飯なわけですよ。まあ急にうさんくさい導入してしまって申し訳ないんですけど、プレゼント企画とか割引とかめちゃめちゃあるんで、本当に最後まで見てほしいです。はい、見ろ。で、まあ久々の動画案件かよと、まあ思う人いるかもしれないんですけど、もう僕ね、仕事しかないんで、もう仕事めちゃめちゃ頑張るんで、まあ応援してほしいなといった具合です。で、まあやっぱりね、一人暮らししてるとね、ご飯がね、手間でしょうがないわけです。はい、もうね、料理とかするならばね、洗い物までしないといけないし、かといって毎回コンビニ飯でいいのかだとか、毎回外食でいいのかなとかね、考えちゃうわけですよ。で、まあどうしたものかとすごいね、悩んでたんですけど、そんな僕をね、助けてくれた商品がありました。それがこちら、完全栄養食、ヒュエルさんでございます。これがね、すごい楽でですね、はい、超お手軽にね、栄養をね、まんべんなく取ることができるんです。やっぱ男の一人暮らしとかね、栄養偏りがちだと思うんですけど、このヒュエルさえあれば、ヒュエル様さえあれば、不足しがちな
ビタミンだとかタンパク質とかをね適度に摂ることができます。ほんでね、いろんな種類あるんですけど、まあ、一番おすすめしたいのはね、このね、これパウダータイプ、この2つパウダータイプなんですけど、これの、ブラックエディション、これ一番おすすめしたいです。もうこれね、シェーカーに水入れて、パウダー入れてシェイクするだけで完成です。まあ普通のタイプとね、ブラックエディションタイプ、2つあるんですけど、なんで俺がね、こっちのブラックの方をおすすめするのかっていうと、まあこっちもいいんですけど、白の方もいいんですけど、なんでブラックをおすすめするのかっていうと、まあ普通のタイプに比べて、こっちの方がタンパク質多めやし、炭水化物少なめなんですよね。まあ俺普段からずっとタンパク質多め、炭水化物少なめで生活をしてきてる人間なんで、まあそこも結構合っててありがたい。まあタンパク質を多く摂取するって結構ね食材的にきつい、もう肉をたくさん食うとかきついじゃないですか。ただこのブラックエディション1食だけで 40g もタンパク質摂取することができるんです。なので超熱いですね。はい、筋トレしてる人とかにも多分おすすめです。でまあもちろんね、タンパク質炭水化物だけではなく、あの1食の中に31種類の、必須栄養素含まれております。しかもね、植物性 100% なので地球と動物にも優しいんです。もうね、俺がね地球と動物に優しいとかいうの人生で最初で最後やと思うんで、記念にね、はい、買ってってほしいんですけど、まあ、早速飲んでいこうかなと思います。はい、もうボトルに水は入れてきたんですけど、シェーカーにただ水を入れて、ほんで2杯入れていきます。もうそれだけで食事完了となっております。冷や水の方がもちろん美味しいです。水めちゃめちゃ冷やして飲んだ方が美味しいんで、まあ、そこは、まあ、氷入れるとかそういう工夫してもいいかもですね。で、蓋して、でも割とこのぐらいシェイクしたらもう結構溶けてるんで、で、このねシェイカーも結構良くて、こういう風に口があるんですよ。結構そのプロテインシェイカーって口ないの結構あると思うんですけど、これは口があって飲みやすいです。うん、でこれバニラ味、多分一番定番人気なんですけど、めちゃめちゃ飲みやすくってかなりおすすめですね。でもこれ飲むだけで食事完了しますからね。でこのボトルドリンクの方はもうシェーカーとかする意味なく、ただ飲むだけなんですけど、もう出来上がってるんですけど、こっちは逆にちょっと癖強めではあるかもです。まあね、こんな感じですぐに食事できるんで、もう本当に忙しい人にぴったりです。で、まあゲーマーとか結構そのゲームに夢中になって、あの食事おろそかにしがちやと思うんですけど、まあこのヒュエルだったらね、ゲームしながらでもね、摂取することができるんで、まあ超楽です。まああと結構毎食毎食今日何食べようかなとか悩んだりするじゃないですか。もうあの時間も、あ、もうヒュエルあればいいやって。給料食えばいいやって、もうすぐ終わりますから、それも楽。もう本当にね、僕の一人暮らし支えてくれてます。ただですよ、まあ皆さん気になってると思います。でもお高いんでしょと。まあところがどっこい、最低ね、こちら2袋からしか購入することできないんですが、まあ1袋だけっていうのは無理で、2袋からしか購入することできないんですが、まあ2袋って34食入りなんですけど、2袋でブラックエディションやったら、12,334円。まだ通常版やったら、11,112 円になります。またなんと定期購入にした場合、10% オフになるため、ブラックやったら11,100円、通常やったら1万円に、値下げされます。で、そして今回なんと購入時に、川の15というコードを入力することによって、さらに 15% 割引させていただきます。これによって、もうなんとね、1万円切ります。なので、まあ、ブラックはもう計算すると1食278円。通常パウダー1食250円という計算になります。コンビニで買ったら500円、600円、700円、1000円いくからね。なんて安いんだと。で、これで終わりと思っているあなた。なんと、まだあるんです。あの、川の1号という割引コードを使って、5月26日0時から、6月9日23時59分の期間内に購入した方限定で、抽選で10名様に、僕のサイン付きヒュエルのこのボトル、シェーカーボトルとヒュエル T シャツ、これですね。これをプレゼントします。まあ、ただ買うだけじゃなくて応募フォームから応募しないといけないんで注意してください。この動画の概要欄にもちろん、プレゼント応募フォームの URL も貼っておきます。本当にね、このヒュエル、めちゃくちゃ楽に食事済ませれるんでおすすめです。あと普通にね、まあさっきも言いましたけど、味が美味しい、飲みやすいっすね。かなり万人向けな味となっております。まあ味悩む人はとりあえずバニラが一番、いいのかなとは思います。はい。
定期購入の方がね、安いし、まあ、いつでも手数料なしでキャンセルできるんで、割と定期の方が、おすすめです。まあ、ちなみにね、フィエルさんからしての俺の評価も、多分定期購入の方が、定期購入の方が多い方が、僕の得点も高いんで、何卒、はい、大人の事情でした。というわけで、今日の動画はここら辺で終わりたいと思います。またね、配信や動画投稿もね、活動再開していくんで、そちらもぜひよろしくお願いします。トチックスも頑張ります。はい、では、さようなら。